リカルド・イヴァン・ロドリゲス・アラジャは、スイスチューリヒ出身のサッカー選手、トリの FC 所属。スイス代表、ポジションは DF。スペイン人の父とチリ人の母の間に生まれた。サッカー選手のロベルト・ロドリゲス・アラジャは、兄、フランシスコ・ロドリゲス・アラジャは弟である。2008年から FC 中立ヒのユースチームでキャリアをスタートさせし、 2009年にトップチーム昇格した。2012年1月13日、VFL ボルフスブルクに4年半契約で移籍した。2017年6月5日、AC ミランに移籍した。契約は2021年までの4年間。背番号は、自身の母親の誕生年の1968年から、取った68番。2020年1月30日、PSV。 アイント方面にレンタル移籍した。2020年8月19日、トリノ FC と4年契約を締結した。U-17 スイス代表として 2009FIFAU-17 ワールドカップに出場し、優勝に貢献した。2011年10月7日、UEFA ユーロ2012予選のウェールズ代表戦で A 代表デビュー。 2016年10月7日のワールドカップ予選、ハンガリー戦で代表初得点を挙げた。国際 A マッチ64試合7得点。ありがとうございます。